ミカド。ああ、ゲーセンミカド。シール、シューティング技能検定。ということは、ステージクリア形式の普通のシューティング、さまざまなゲームをプレイしてシューティング、いやこっちの方がいいやな。ああ、そうか、2種類で入ってるってことか、ゲームが。そういうことか。ちょっと2種類やってみるか。じゃあもう1種類の方も後で。ああ、面白そうやん、これも。すげえ、ため息が。すげえな。これを押しっぱにすればため打ちになるから、連打しなきゃいけないんですね、こうやって。これがボムか。ああ、死んだ。ちょっとたまにバッてちょっと止まるときあるね。ああ、やられた。ボスや。おっと。ちょっと音割れあるな。なんかちょっとハートを投げてるようにも見えますね、これ。ハート型にちょっと見えたりする、球が。はい、一面クリア。これも近代的なシューティングって感じしますね。これなんだ、恐竜みたいな飛んでるやん。Thank you.
かなり爽快感があっていいですね。これでとあと6回か。敵の体力ゲージ出てますね。ああ、ボム使ったらめっちゃ減るな、体力ゲージ。おお、溜め打ちもだいぶ減らせる。よかった。おお、一気に減った。ああ、死んだ。やったんか。ああ、しまった。ああ。未来狭いよ。爆弾使って爆弾使ってホーム。ボスか。ああ、なるほど、吸い込まれるわけか、あれで。引き寄せられるんやね。強く、かなり強力な引き寄せが、それでぶつかってやられるっていう。はい、クリア。
いや、これも面白いですよね。爽快感あるし、迫力もあるし。なんかちょっと細胞の塊みたいにも見えるけど、中に機械みたいなのが入ってる。手みたいなのが飛んでくる。あれ、ゲームオーバー、スコアオーバー。あ、ボーナスステージみたいなもんやったの、さっきの。なんか桜のハート、お、歌が流れてる。そう、曲名が横に書いてあったもんね。なんか斬新やな、歌が流れるシューティングって。1個増やしてしまってます。セレクトをいつの間にか押してしまってたんでしょうね。一応なくなったら終わりにしようかと思ってましたけど、ちょっと1個増やしてしまったんで。難しいな、あれだ。コーン使うか。お、こいつは何や。ボム使ったらどれが減らせる。あら、あんま減らなかったな。確かに硬そうなあれやもんな。第二形態。うわ、すげえ体力ゲージ3本もある。これラスボスかな、もしかして。うわ、もう2本になった。ボム使ったら、ボムの威力すげえな。あと1本ですよ。あ、増えた。あとさらに体力が。空いてる時しかダメージ与えられないんですね、あれ。これラスボスかもしれないですね。
倒したんちゃうの。あ、まだありそうだよな、なんか。お、あ、やっぱあるやんね、6面。じゃあラスボスじゃなかったんやね。いや、さっきのこれカラス同様、このゲームもかなり気に入りましたよ。あ、やられた。いや、今日プレイするシューティングはちょっとかなり個人的にいいのが、気に入ったのが多いですね。まあ今までのも面白かったんですけどね、特にさらにその面白いという感じがします、今日やってるシューティングは。また巨大画面でやってるからテレビよりもね、余計にちょっと臨場感があって、そう感じる部分もあるかもしれませんけど、いつものテレビよりも相当二回りぐらい大きい画面なんで。ゲームオーバーになってて、なんか選択できるのがちょっと出るけど、これ時期が選べるのかな、もしかして。まあ、このパーナーは避けられないよね。この時なんか選べるんですよ、ユニットって何これ。時期がちゃうのかな。 4種類選べましたよね。あ、死んだ。早い。ちょっとコンちゃんに使わせてもらいます。じゃあ3でやってみようか、どうちゃうか。 あ、ちょっとちゃうんや、時期が何種類かあるんやね。今初めて知りましたよ、1種類しかないと思ってました。4種類あるんや。 あ、死んだ。ちょっとこれもね、クレジットなくなればやめようと思ったんですけど、気に入ったんで継続します。多分なんかこれ最後の方っぽいしね。これ壊せないのか。壊せないっぽいな、これ。やっぱりね、この風船当たったらやられるんやね。あ、この時期は溜め打ちできないんや、この4番目の時期は。チャージショットできないみたいですね。
ちょっとね、風車のあれに引き寄せられるって感じあるんですよね。できないですね。その代わりこれバリアみたいなのが出せるというか、あ、死んだ。これが、おお、これラスボスっぽい、なんかツタンカーメンみたいな。2本あるんか。なんかちょっと神々しい感じのボスですよね。ラスボスっぽい感じするな。逃げてったか。あ、死んだ。あ、死んだ。この時期はため打ちできないやつか。倒したか。あ、死んだ。桜みたいに見えますね。綺麗な。ちょうど今その時期だし。あ、まだいる。まださらに体力増えたよ。多分ラスボスっぽいから、最後までちょっとやってみたいと思います。死んだ。これ1と2の時期がため打ち使えるんですね。3と4は使えないっぽいですね。
倒した。もう電池のデジカメの電池がなくなってきましたね。うん、これでやっぱり最後のあれラスボスやったんやな。もう一個のちょっとモードやってみましょうか。シューティング技能検定ってやつ、これやってみましょうか。どんな感じか。一人で検定、好きなゲームを選んで練習。好きなゲームを選んでってどういうこと。まあいいや。また違う焦点になった。お、牛がいっぱいいる。ボムはないのか。ただ撃ちまくるだけって感じや。あ、死んだ。あ、これで終わりなんや。一回死んだら終わりなんや。あ、まだあるわ。取るだけやね、ここは。残念が。なんかシューティングのこう自分の腕をなんか試すゲームって感じですね。ナイスボムレ。あと2つやったけどな。避けるだけってこと？逃がさず壊せ。硬いわけや。連打力を試されるわけや。厳しいでしょうこれ。なんてこったい。おお、これは厳しいでしょう。
館は黒田かごえ。どういうこと？なるほど。そういうことか、検定って。55歳、10歳上か。なるほど。これ選んでっていうのはどういうこと？ああ、そうか。さっき今やってた種類のシューティングを今一通りやったやつをこうやって今度選んでできるってことか。なるほどね。はい。まあでも一通り今やったからいいか。総合力、戦車、ビット、8ビット？あ、順番でやれそうってことか。ちょっと選ぶ。光ったら、あ、これやってないのもあるかもしれないな。あ、これやってないやん。インベーダーみたいな敵がね。音楽が確かに8ビットになってる。いいなあ、こういう感じいいですね。ああ、やられた。一気死んだら終わりなんや。で、今度はさっきの戦車やね。これさっきやったやつやね、一番最初に。一気死んだら終わりなんですね。激しくなってきた。だんだん難しくなってくるところですね。うわ、たまたま避けてる感じあるな、ここまで来たら。もう弾幕になってんもん、完全に。あ、終わった。結構いけたね。なんか止まったないでしょ。うわ、難しくなってきた。
ったらたくさん打ち込め、光ったら、あーこれか、あーえ、あーそうか、あれみたいなもんや、ゴーデスみたいなもんやね、スターフォースのその要領やったんや、光った時だけ打てやよかったんや。次元爆弾を撃ち落とせ、これか、あーダメやったんか、なるほど。弾よけ、ビルよけ、これ多分やってないよな、やり過ごせ、隕石、空き缶さっきやったよな、あ意味が分かんなかったよな、これもさっきやったな、これもやったな、これもやったな、赤を取れはやってないの、緑はやったけど、この車は大丈夫なんですね、下の、あーむずい、やり過ごせってどういうこと、避けるってことか、これあれみたい、グラディウスのなんかこんなんいたよね、あ成功なんや、これだけか、隕石から地球を守れ、そういうことね、なんかミニゲームしようって感じのね、面白いですね、やばいやばいな、あやばいな、これはこれはやばいな、バカ野郎なんかメイドインワリオみたいな感じですね、メイドインワリオもシューティングじゃないけどミニゲームしようって感じで、赤を取るよね、あれ赤じゃなかったっけ、避けろ、あ、これさっきやったやつと同じちゃうの、これさっきのと同じやん、これすぐに速くなったりするからな、これ、あ、終わった、いや面白いですねこれ、結構うん面白かったですよ、まあ、点数低いね、はい、じゃあ終わりますか、はい、ショーティングラブは一通りやりましたね、大体、はい。